どうも、えー、東京ホテイソンの正です、うんえー、今回はドッキリです。名付けて芸人の宣材写真がいつもよりちょっと違っていたらたけるは気づくのかーということで今ですね自分は鹿児島の民宿に来ています。皆さんが思ってるよりも民宿です。 で、ちょっとあの、ドッキリのね、前振り位を取り忘れてしまったんで、ちょっと今、ここで撮ってるんですけども、まあ、簡単に言うとですね、グレープカンパニーのですね、芸人の宣材写真をパンと見せて、この芸人さんのフルネームを書きなさいと、漢字でね、ダミー企画をします。そのパンと見せられた潜在写真がですね、うんいつもよりちょっと目がでかいなとか、 口が開けてんなとか、そういった感じで徐々に変化していって、タケルは気づくのかっていうドッキリなんですけども、あの面白い結果になりました。え皆さんぜひ見てください。私は寝ます。どうぞ。おいお客様に人間の出口を見せるな。さあ始まりました。東京亭さんのオフィッシャルチャンネル。<laughs> よろしくお願いいたします。お願いします。ということで本日は。 グレープカンパニーの芸人の芸名漢字で書けるか <laughs> <laughs> え突っ込んだ今その感じでかけるかーって突っ込んだ開 <laughs> けるかーびっくりマークですねいやなんでどういうことやっぱグレープカンパニー所属してね、うん、もう長いこと経ちますよ長いこと経つねーなんでねやっぱりグレープのね、うん、こう芸人の芸名のなるほど感じあ余裕だと思いますやっぱりそのお世話になってる先輩からお世話なしてる後輩までいっぱいこうね源流からこうね私が流れてってねこう主流に入ってますからな入ってますから <laughs> <laughs> そうですねかけますか、はい

これはそらだってうちのもうドンですからはい 2>, 2問目2問目表記かゾフィーさんの坊主の方はよく一緒にご飯行くからうわ俺ごめんえもしかして坊主の方の下の名前が分かんないってことあーまあ確かにでも言わないもんな単独でさネタ書いてもらうだけの関係だからさお前最低じゃねえかサフレじゃねえかお前サ,サッカーサ,サッカーフレンド出た サフレサフレじゃねえかあ、でもいいお前エンドロール出てるよ単独の構成とかのとこでそこだけ見てないわその文字だけなんでそこだけ見ないにしてんだよ全部見ろよ好きになっちゃうからちょっといいねもういいねサフレじゃねえかちょっとじゃあ正吾から行こうか上田直文斉藤直樹ですねあれ違ったっけな上田康平斉藤直樹こわあ正解はこちら 上田公平斉藤直樹正解です。いや、そうよ、公<ー>平だから。そうです。ちゃんと俺漢字も合ってますからね。うん。三本目。ね、はい。うわ、ランジャタイさんか。うわー。うわ、俺マジで出てこないかも。いや、呼ばないもん、下で。俺からいこうか。うん、はい。え、伊藤直之さんと国崎道長さん。<laughs> ちょっと。本当に。四文字っていうのと。伊藤さんの。あのー。 アムロレイの方が伊藤さんなんだけど、うん、伊藤さんのこのなんかねのアムロレイアムロレイなんだっけ綾波レイアムロレイは赤パスマッシュだこの直行のこの絵みたいなやつが俺入ってた気がすんだよなぁこ,<ー>この感じ伊藤博重 国崎ただった気がする <laughs> お前明治維新の人たちか分かんないけどその明治維新でその端っこの端っこにいそうないやたあのねたけしたけしとか固い名前だった記憶があるごめんなさい正解はこちら伊藤浩二さんと国崎和也さんそうだ,そうだ浩二と和也だ柊二とラみたいに言うなよお前 <laughs> そうだ浩二だ こうなってくるとむずいな。うん、下が出てこない。ティモンディ、ティモンディ。うわっ。え、俺、ティモンディ、結構。わかんない。うわ、高岸出てきそうで、出てこないな。この文字があったなっていう。前田裕也。<う>高岸広之。あ,あれ、違った。俺、前田裕也。で、高岸広之、うん。そうだ。 この,この字があった気がする俺その広入ってんのよ正解、ええ、こちらあほら確かに前田悠太だああ太だそうだ悠太だうわ前田悠太だそうだよむっちこれいやもう呼ばねえもん下でごめんえあと何問 2>, あと ?2 問,2問 2> やばいこれはせっかしやゃ PC クラクションさんね芸名だもんねおーお,ーおー芸名だもんね武尊がいくか どん天三乱坊さんと坂本ナンバーワンさんいや、古谷どん天さんで、え坂本ナンバーワンさん三乱坊は消した気がすんだよな正解、こちら家ふああ、家だ家なんだで、坂本ナンバーワン坂本ナンバーワンはナンバーワンだだから、合ってるわあわ家なんだえ、どん天三乱坊だったよね、もと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 、マサヤキの時はねで、名前変えたのかどん天さんって呼んでるもんななそう。ああ さんね、え増えてない,いや,あんなにいやこの人毛多いけどさ毛量増えてない。 えー、え待ってえ名前なんだっけ鈴木名前なんだっけなっちゃ鈴木鈴木優、ウ <laughs> ユウ外門みたいになってる <laughs> いやあの外門みたいな毛量になってる鈴木さんだ鈴木ユウじゃない鈴木優太じゃなくてあの鈴木さんの毛量が外門ぐらいいや村田亜美だったいや村田亜美じゃなくてちょ,ちょっとちょっと<え>っちょっとじゃ鈴木ちょえっな何いやいや鈴木さん毛量多いんだけどその外門みたいな いや毛量がいかついって <laughs> 鈴木さんの毛量がなんかやってるだろこれなんかやってるだろどう考えても「ドッキリ大失敗」えなんのなんのなんのドッキリ、<laughs> うわあと一問か毛はまずいぜよ白目毛はまずいぜよ毛はバレるってお前 毛はバレるってどういうこと？武器内容は、うん、洗剤写真が全部加工されていたら、<laughs> タケルは気づくのかです。全部です。あ、全部？はい。<laughs> え、サンドさんも？はい。全部ありましたよ。え？あ、あ、金 <laughs> あ、気持ち悪る？ わかんない俺すぐ分かったけどなそれ知ってるからだよ <laughs> じゃあ次あ、3さんね、全然わかんないきん <laughs> <金>もきん <laughs> もで上田さん目にバキバキになってないあ、あ <laughs> 本当だ上田さんもか <laughs> あ、いやこれはあ、ずっと見てないからわかんないわ 髪伸びたりとか,か。あ、じゃ、また口だ。あ、くにさきさんの。の <laughs> 口だ、口だ、口だ、口が開いてる。伊藤さんは全然わかんない。くにさきさん、口はね、グーってなってるけどね。これ、めっちゃ重い。笑い,こい、これは必死だと思う。<laughs> あ、前田の口が開いた。<laughs> こんなに変わってん、ね。え、頼むしは。もう、なんか、恵比寿さんみたいなじゃな ゃ本当にあのホテイソンみたいなあっちょっと膨れてってんだそうそうそう,そうなんかねかわいい <laughs> あ坂本さんもちょっと開いたのかわかんないわなんでわかんない俺も違うあの多分イメージした顔見て もう頭の中でイメージしてで答え出た時顔の,、うん、の方見てないかも<ー>言われたら脳内がもう漢字になるんだそうでも毛量でしょ毛量どんだけ変わったのこれ <laughs> <laughs> いやこれは分かるわ <laughs> 毛量はだってやっぱ一気に増えたから一気に一気に毛量増えたからさすがにそれは分かったわえアミちゃん変わってるアミちゃんは変わってないんだはあ <laughs> いやー申し訳ないということでドッキリは大失敗失礼でしたアザスタンチャンネル登録よろしくねおいビブラート侍か